じゃあオープニングジングル入ります。はい。アクアスエイトドゥア。はい、香水と水鉢。違いますね。はい、週の真ん中水曜日、はい、アクアな時間アクアタイムがやってきました。はい、こちらは那須塩原市疎水スクエア内の、レディオアクアスより生配信しております。はい、すいません、はい、今日はね配置も変わってるし、はい、トップからお客様もいるので、はい、やや緊張気味ですよね。美人の頃にね、含まれてるね。ちょっと緊張してるかもしれないですよね。はい、はい、ね、形が違うだけでちょっとドキドキですよね。これはあの明日のと同じ形で配信があるんです。それはどうだか知りませんけど。はい、はいはい、じゃあ週末の方よろしくお願いします。はい、今週末権之助さん、土曜日はですね、はい、ね、小田原の、はい、産業文化祭に土曜日は行ってました。そうですね、ありましたよね。なんかのぶさんボーイスカートやってるんですけど、なんかボーイスカートの大田原市団も出展したんですけど、そう、ボーイスカート毎年出てまして、はいはい、でも土曜日だからミネルヴァ行ってたんで、はいはいはい、私は日曜日の方に参加手伝いに来ました。土曜日にいた人は誰ですか、女の人。土曜日、あれは一緒のリーダーの仲間ですね。あ、うん、であとなんか少年が一人、スカウトが一人いました、ね、あれスカウトじゃないと思う、最近入った若いリーダーの子だと思いますよ。そう、うん、成人してるんだ。多分ね、若い。中学生ぐらいに見えましたよね。社会人。若く見えるけど、うん。そう。あと、木八のね、うん、アッコさんのライブが、うん、そうですね。で、産業文化祭あったんで、うんうん、それを見学させて、はいはいはい、行ってきまして。で、土曜日はそれで終わったんですが、はい、日曜日は、ね、てっちゃん権之助、はい、久々に、鉄分を休止に。あ、こっち来なかったんですね。ビューさん来なかったんですね。ビューさんには来ないんです。はいはいはい。宇都宮に行っておりまして、はい、その時の模様はこの後のコーナーで、ね、たっぷりと、ね、お伝えしようかなと思うんですけれども、はいはいはい、私の方はですね、はい、さっきも言いました通り、土曜日はミネルヴァさんで、日曜日になって大田原の産業文化祭の方に行ってきました、ね、そんなわけでまず最初皆さん気になると思いますので、はいはいはい、ちらっと前部で紹介だけさせていただきたいと思います。はい、こちらのお二方は、以前私がそちらの外のポスターで気になってしょうがないということで、このポスターウィングルさ ん何やってるところかなということで、一回ちらっと番組中に黒木さんとおっしゃるんですけど、ね、来ていただいて、その後アポ取りまして、はい、このように、こちらに来ていただくことが実現しました、はいはい、ということで、まずちらっとお名前の方だけお二方お伺いしたいと思いますので、はい、どうぞお願いします。はい、ウィングルの、藤田みどりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、同じくウィングルの黒木水野と申します。今日はとても緊張しております。スタッフの皆さんも見てますか。大久保さんとボケとツッコミやってます。はい、私ボケ担当で毎回毎回の楽しくやってますので。はい、わかりました。よろしくお願いします。藤田さん、黒木さん、お願いいたします。お願いします。我が町仕事人風になんかね、今日こう出来そうですね。なんかねちょっと違ったっぽくね。ちょっと違ったっぽくね。はい、はい、仕事には、ね、明日なんですけどね。はい、それでは、はい、まず私の方ですね、はい、のぶ流幸せの探し方ということなんですけども、はい、今日はちらっ と、私がここのとこ気になってます、ショップ、うん、はい、ハンドメイドのショップさんということで、はいはい、以前大田原の方に遊びに行って、はい、いろいろお話聞いたところがあるんですけど、はい、そちらの方がまた日曜日にや、まあ、日曜日の他までやってたんですけど、産業文化祭終わった後、うん、もう夕方ギリギリ走るようにしてボーイスカートの制服のまんま、うん、またお店の方にお邪魔させていただいて、もうこれちょっと遠いな、うん、ちょっと遠いけど、かわいい、うん、気に入ったの見つけてこちらの方買ってきました。うん、で、そちらのお知らせなんですけども、今度ご近所市っていうのが、開催されるそうですね。これは、この西那須の駅の並びのトヨタレンタカーさんって分かります？西那須のお住まいの方は分かるかな。駅の並びって言ったらいいのかな、はい、歩いていくと西那須の駅前店っていうところなんですけど、はい、11月の15日の月曜日、
10時から14時までの予定なんですけど、そちらで、ハンドメイド雑貨とあとレンタカー屋さん、車が絡んでるので、あの 本物の車に落書きをしたりとか、なんか楽しいイベントがあるみたいなんですね。お楽しみスナップ会っていうんで、なんか写真をみんなに撮ってプレゼントしてくださったりとか、先着30名の方にオリジナルストラップをプレゼントしてくれたりとか、なんかそういうイベントがあるみたいで、でなんかアンケートに答えると、これもやっぱりなんかくじ引きができるみたいで、お楽しみがあるそうなんですね。11月15日月曜日、10時から14時の予定で、ご近所市っていうのが、西那須の駅前店のレンタカー、トヨタレンタカーさんであるので、もしお近くの方お時間ありましたら寄ってみてください。楽しいね、手作り作品がいっぱいありますね。よろしくお願いします。はい、あともう一つはですね、あの産業文化祭で、私の中学校、中学校の同級生が、なんか知り合いの方を連れて歩いてらして、なんだろうと思って久しぶりみたいな感じだったんですけど、なんか聞いたらば女性の方と一緒に歩いてたんで、何誰とかって気になったら、新しく、これどこだっけ、新しくオープンした動物病院のなんか宣伝をしてたんですね。でまあ動物病院ってあちこちいろんなとこあると思うし、私もちょっと違うとこ行ってたんですけど、ここの動物病院にポニーがいるんですって。ポニー飼ってるんですって。で馬のポニー、そう自分家のポニーらしい。ほんとね、福祉大の近くなんだわ、住所っていうか、金丸、大田原市の北金丸っていうところで、10月18日にオープンした三輪動物病院っていうところで、新聞、何日か前、新聞のちっちゃい折り込みの中にやっぱり入ってて、ちょっとおしゃれな木造建て で牧場を見たくなってて、ポニーが写ってる写真があったんですけど、あ、ちょっと行ってみたいなと思って、変わったるって変ですけど、ポニーがいる動物病院になってね、珍しいですよね。そんなの見かけたんで、ちょっとお知らせいたしました。はい、では今日ののぶりゅうはこんなところで失礼します。はい、ということで、はい、早速曲ですかね、はい、1曲目ですね、はい、お願いします、はい、遠藤香織さんで、はい、空へ、君へ空へ、はい、はい、お願いします。間違うとまた突っ込みますからね。今君はこの雨空を
それでは、はい、いよいよ私の質問攻撃の時間が始まりました。気になってしょうがなかったので今日はじっくりお二人に聞いてみたいと思います。はい、よろしくお願いします。改めてご紹介します。はい、ウィングルさんの、藤田さん、はい、お願いします。お願いします。はい、もう一人が黒木さん、はい、黒木さんです。よろしくお願いします。はい、始めちゃいましょう。どうもありがとうございます。それではまず第1問、はいはい、ウイングルヒューマンサポートさんとは何でしょうか。はい、はい、那須塩原市ですね。旧黒磯に、平成21年の9月に黒磯のセンターがオープンしました。で、栃木県の障害、自立支援法に基づく障害者の就労移行支援のサービスをやっております。そうですか。はい、で、就労移行支援っていうのは何、はい、どういった意味でしょうか。はい、障害をお持ちの皆さんが就職をする前に就労に向けた訓練をしたり、うん、あとは、こちらから、うん、就職のお手伝いということで、うん、就職訓練プラス、うん、あとは就職後に、うん、就職がきちんと定着していくような、うん、形が実現するよう支援するサービスです。この間、巻狩り祭りですかね、はい、高山さんのブースに、はい、歌手を出してた、あ、そうですね、はい、シフォンケーキを出してた、はいはいはい、名前忘れちゃったんですけど、なんていうあれだったかな、まあ、それもやっぱりちょっと精神、そうですね、地域の仲間です、ね、地域の他の施設ですが、仲間で、あ、仲間でやってる、はい、仲間っていうか、あちらは相談支援センター、はいさんで、うん、うちはまた違った就労支援、うん、就労移行支援ということでサービスを提供しています。違うんですよね。はい、ね、はい、ではね、何してるところですか、そこって。就労支援してくれるって言っても、はい、じゃあ、ですね、今、いろいろな内容があるんですが、はいはい、まあ、皆さん利用者さんですね、自分の興味のある内容を、まあ、計画を立てて、うん、訓練をしていってもらってます。うん、で、具体的に挙げると、うん、まあ、主にパソコンの訓練ですね、ワードとかエクセルや現在ホームページの講座もしております。はい、で、就職活動のプログラムは、企業が求める人材だったりだとか、あと企業研究講座、書類の書き方や模擬面接までですね、就職活動のノウハウを学ぶことができます。はい、あとはフリートークって何でも、もう話す時間といって利用者さんのコミュニケーションの場だったり、グループワークでコミュニケーションの取り方って難しいよねっていうのを話したりだとかっていうこともしております。はい、で、大体1日の流れっていうのはどういうふうに、はい、はい、じゃあですね、パソコンの画面もし出たら、はい、お願いします。まずですね、訓練が10時から始まります。はい、一番最初に体力作りとしてラジオ体操をしてまして、はい、その後に朝礼を、はい、やります。はい、その後に、皆さんそれぞれの訓練に入っていただくんですが、はい、今出てる映像ですね、はい、パソコンの、環境を整っておりまして、はい、1人1台ここのセンターで使っております。はい、これを使ってパソコン訓練をしていただいて、はい、まあ、その中にグループワークや、はい、ミーティングなどを入れながら、はい、午前中は終わって昼食の時間となります。はい、はいはい、で、昼食が終わって13時から午後の訓練がスタートです。はいはい、週に3日清掃をグループに分かれて行っております。はい、その後にまたパソコンの訓練やセミナーなど、その日によって変わったプログラムを皆さんされております。はい、一人一人訓練時間が違うので、訓練が終わった際には、終了で1日の報告をして終了となります。はい、はい、じゃあそこへ通うためにどんな風にすればそこへ通うことができるんでしょうか。はい、はい、ですね、栃木県の方から、はい、許可をいただいて、はい、行っている障害者の福祉のサービスの一つになりますので、はいはい、市町村の障害者窓口で申請を行っていただいて、サービスを受けるための受給者証が発行になった方ですね、
が、対象になります、はいはい。じゃあ届けを出して受給者証が発行されれば、はい、それもそのまま対象として通うことができるってことなんですね、はいはい、そうですね。でもすぐ入るってことはちょっと心配とかあるんで、やっぱり見学とか申し込みとかそういうのはどのようになってますか。はい、はい、見学ですね、まあ、センターにお電話をいただいて、はいはい、日程を調整しなして、いつでも見学は受け入れをしております。はい、安心ですよね、はい、入る前にもうどんな感じのところって分かりますもんね、はい、あとは見学に来て、はい、実際に訓練の様子を見ていただいてから、うん、面談をして、うん、利用をするかっていうご希望を聞いています。はい、じゃあ最近のっていうかもう去年ですよね、21年の9月からっていうことですから、はい、実際訓練を終えて、はい、もう仕事されてる方とかいらっしゃいますよね、はい、そういう方とかのなんかあれってあります、報告みたいのってありますか。そうですね、はい、まあ、就職されている方は、うん、今年になってすごい急激に増えています、うんうん、で今老人施設とかレストランでのお皿洗いだったり、うんうん、リゾートホテル等ですね、うん、ちょっと調理補助とか、うんうん、あとは清掃業務、うん、あとは本当にパソコンを使ってやっているので、うん、パソコンのインストラクターの補助なんかのお仕事を、うん、那須町とか、うん、那須塩原市、大田原市、うん、宇都宮市などですね、地域の企業のところに皆さん就職をされてます、うん、かなり範囲広いですよね。そうですね、はい、でさっきの質問入っちゃっていいですか、はい、見学っていうことなんですけど、はいはい、例えば当日、はい、ちょっとポスター見かけてここどうなんだろう、はい、見に行きたいな、今日の午後行っていいですか、はい、っていうような電話ですぐ行くことって可能ですか、はい、そうですね、午前中お電話いただければ、うん、時間とお聞きして、うん、すぐ見学は対応するように心がけてます。じゃあ、はい、あれと思ったらすぐ対応できるで、ね、はい、そうですね、いいですよね、はい、であとお昼昼食時間があるっていうことなんですけど、はい、それっていうのは給食とか、はい、そういうのじゃなくてお弁当持ちとかそういうですか。そうですね、皆さんそれぞれ、うん、ご自宅で、弁当を持ってこられたりだとか、うん、あと近くにスーパーがありますので、うん、そこに買いに行ってきますって皆さん行かれたりだとか、結構自由、はい、自由な、はい、うん、休みですね。じゃああと送り迎えっていろいろ障害によって、ね、自力で通えない方とかいらっしゃると思うんですけど、うん、そういう方っていうのを送り迎えみたいのはどうなってますか。はい、一応、うん、送迎はしないでここのセンターに来てもらうっていうのも、うん、お仕事を行った後のことを考えると、うん、通勤っていうことも踏まえて、うん、そこも訓練の一つにしているので、うん、なるべく自分で来ていただくっていうことを、うん、心がけてます。で、どうしても、うん、まあ、怪我をしちゃったとか、うん、どこか痛いところがあるっていう方については、うん、送迎も、うん、時と場合によってですが、うんうんうん、お受けする場合もありますが、うんうん、自分でなるべく来ていただいております。そうですよね、はい、先のこと考えたらね。そうですね、そうなんですね、はい、であとは訓練期間っていうのはさっき人によって違うとか言ってたんですけど、はい、基本的にだいたい一通りのことを覚えるというか、例えば人によって訓練内容が違って、うん、期間が何年とか、はい、一定ではなくって個人個人で設定されてるんですか。はい、期間はだいたい2年が、うん、期間なんですね、うん、でやるプログラムには、うん、その方の、レベルとか、うん、スピードとか、うん、そういうのが変わってきますので、うん、その個人に合わせて、スキルアップはしていただけます。で職種もさっきちらっとホテルとか、ね、いろいろあったんですけど、ね、すごい幅広いですね。そうですね、はい、職種はいろいろなのは、うん、前に経験したことがあるところにまた自信を持って、うん、今度は再チャレンジしてみようっていうふうにモチベーションが上がって、うん、再チャレンジする方もいれば、うん、パソコンをやっているので、うん、それを活かしたいと言って就職される方もいるので、うん、いろんな就職したいという思いの方がたくさんいるセンターですので、うん、いろんな意味で就職に対してのモチベーションっていうのを皆さん上げて
自分のなりに上げながらサービスを利用していただいて、あと仲間もいますし、そうですね、違いますよね、人にでも、そうですね、はい、仲間の絆は結構強いですね、終わってからもつながりますね、そうですね、連絡するやつね、そうですね、あと訓練者の住まいっていうんですか、はいはい、っていうのはやっぱりそれぞれ遠くから通ってくる方多いですか、そうですね、はい、宇都宮もいらっしゃいますし、うん、あとは福島県からもいらっしゃいます、通いで、通いです、ね、公共機関を使って、うん、センターは、黒磯、うん、駅から歩いて10分なので、うんうん、やっぱ駅からは近いですね、はい、そうですね、うん、電車に乗って来られて、うん、自分で歩いてセンターに来るっていうのを繰り返し、うん、訓練されてる方も中にはいらっしゃいます、うん、はい、もういろんなことやってるんですね。いろいろね、いろんなことやってるんです。はい、たださっきのなんだっけ、入るために市役所行って教科書もらって OK、はい、って言ったんですけど、はい、障害なんかこう言い方ちょっと難しくて失礼に当たったら申し訳ないんですけど、はいはい、障害っていうのはどういうのが障害っていう感じ、はいはい、そうですね。受け入れをしているのは、うん、まあ障害の お持ちの方で就職をしたいってお考えの思いの強い方ですね、うんうん、知的障害、うん、全部3障害すべて、知的身体精神の3障害すべての障害を受け入れさせていただいています。ほとんどの方は、はい、そうですね、はい、じゃあやっぱ本人もですけどご家族の方もね、仕事が で, そうですよ、ねね、はい、できるっていうのはやっぱり嬉しいことだと思いますよね。はいはい、もう一回場所と問い合わせ、はい、問い合わせ先ですね、うん、じゃあ、はい、画像の方をもう一度出していただいて、はい、じゃあはい、電話番号を、うん、はい、申し上げます、電話番号が0287-73-2570 0287-73-2570です、はいはい、電話すると藤田さんか黒木さんか出ます？あ、はい、その他にもスタッフがいますが、います、はい、私と藤田が出る場合もじゃあ、はい、もし何かある場合は、はいはいね、電話して聞いていただければ、はい、まあ、入る時というかね、いろんな不安のことあると思うんで、はい、もっと細かいこと聞きたいことがあれば、はい、電話してぜひ確認してみてください、はい、それと、はい、メール、番組の方で、ね、メールが来てるんですけれども、はい、はい、ハギのアットマークハギの16さんとおっしゃるのかな、はい、ウィングルの皆さん緊張しないで頑張ってくださいねということで、ありがとうございます、ありがとうございます、ガチガチで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 す、ツッコミのことにやってます私は今ちょっとやろうみたいな、なんかお外に、はい、はい、そうですね、うちの、私の上 の, 岩渕というものが見えてます、センター長、はい、見えてます、センター長、はい、一番偉い方です、見に来てくれてます、センター長ね、ぜひね、またね、はい、そうですね、今度はぜひぜひ、ね、はい、よろしくお願いします、ね、はい、今日は、ウィングルの二人の皆さんが特別に一緒に来てくださいました、はいはい、ありがとうございました。はい、ということで今日の2曲目ですね、はい、はい、今日は川崎節子さんで恋って不思議ね、どっちも吹いてるの、こっちお願いします。私は生きていけるのだから。
の会える時まで愛しさ募る恋って不思議なものね時間も距離も曲の間も随分いろんな話で盛り上がったんですけどね。はい、女性の3人集まるとやっぱり賑やかですね。いや私も入ってる。何より何よりね、どうしてもね、はい、味強いですね。何ですかそんなの。確認しないとさ、このなんかもうこの何疑い、いや気持ち分かんないから大丈夫。全然平気。はい。はい、というわけでですね、はい、はい、今週のこの1枚のコーナーなんですけれども、いつもはね、あのノブさんがね、あの写真を1枚ご用意してもらってるんですが、はい、今日は私、権之助が、1枚写真をご用意しました。今週のこの1枚ということなんですけれども、はい、何でしょう。はい、じゃあ出します。あ、それより前にね、あのお三方、うどんとそばって永遠のこうライバルの面があるんですけど、どっちですか。うどんか、ラーメン。ラーメン。変化球できましたね。はい。変化球で、ね、見事にストライクでしたね。今ね、はい、はい。ということで、今日はね、あのうどんとうどんにまつわる話題なんですけれども。はい。はい、じゃあうどんで。はい。はい、はい、ご覧いただいております。これはあのうどんなんですけれども、はい、私もあのうどん派そば派かと言われるとやっぱりそば派、あのうどん派なんですね。でこれ実はあの JR の宇都宮駅 の、 あのホームの中にあるあの立ち食いうどん屋さんなんですけれども、これ入ってるの何ですか。ハンバーグ。これ入ってるの、ね、あのね、コロッケ。へえ。コロッケとあとなんだ、あの普通のかき揚げなんですね。でかき揚げも入ってるの。そう、これあの私が食べてる定番メニューで、宇都宮の駅に行くと必ずあの立ち食いうどんをね食べるんですけれども、で黒っぽくない、あったんですけども、これがまた美味しいですね。うーん、で必ずあの宇都宮駅でこのうどんを食べる、大体まあ400、
350円にプラス100円だったから。え、トッピング、トッピング、トッピングだから、コロッケうどんとして買って、うん、で、かき揚げをトッピングとして買うんですね。それがまあ100円だ。あ、コロッケがトッピングじゃないんだ。そうです。これがね、定番メニューですね。で、宇都宮駅のうどんっていうのは、なかなか評判が高くてですね、うん、この4月にちょっとリニューアル立て直しというか内装を、ね、作り直したんですけれども、メニューもねちょっと増えて、なんだろうな、人参生姜天うどんとか長っ、ね、前はね大盛りっていうカテゴリーはなかったんですけど、大盛りっていうカテゴリーが増えたりですね、ちょっと4月にリニューアルしてこの間宇都宮行ったんで必ずちょっとうどん食べるんで美味しいですよね。これからの季節ね、寒いところもそうね、いいですね。特に駅なんかでホームに行った時に、そうですね、ほら、出汁のね、匂いがしてくる、自然とこう、こう釣られていっちゃうなっていう、そういう、まあ、感じなんですけどね。実は帰りにも食べたんですけど。え、ね、同じやつを、の帰るね、山菜うどん、ね、あ、別の山菜です。かき揚げをまだ食べたんですけどね。トッピングしたのかな、トッピングしたのか。変わらず、うん、変わらず、うん、そうなんですね。で、やっぱりどうしましょう、やっぱ男性の方そば頼むことが多いのか、みんなやっぱそばそばそばっていう人が多かったですね。で、私はうどん、ワン、ピンガー、テンペラっていう形でね。で、宇都宮駅だったら上のほら、向こうの線路の東口に、うん、するための、はい、まあ、コンコースと言われる通路があるんです、うん、あそこでももう一軒、はい、北そばっていうのがあって、そば、そう、そこはそば屋さんです。北そば、そこうどん、あ、うどん、うどんもあるんです。で、これ黒瀬駅にもあるんですよ。へー、黒瀬駅の方も私食べようかなと、前に食べたことあるんですよ。ナメコうどんって食べたことあるんですけども、あれも非常に美味しかったんですよ。なかなかさ、駅のうどんってさ、電車通学とか電車通勤とかしてないと食べる機会ってないじゃん、はい、ね、うん、そうですよね。宇都宮駅っていうのは、うん、電車の車内に持ち込むこともできたんですよ。あ、発泡スチロールの丼でね、はいはい、できたんですけど、最近ちょっとできなくなっちゃって、やっぱりちょっとネギの匂いが強い。それでなのか、熱いとかこぼすとかそういう問題じゃなくて、匂いか、やっぱり食べ物ですね。電車の中でちょっとネギの匂いがちょっときついのかなっていう気もするんですけど、そっかそっか、なるほど。ということで、いいですね、今日の一枚、今日の一枚、今日の一さんがご用意しました。はい、はい、宇都宮駅のうどんです。宇都宮駅のうどん、はい、第一原因のコロッケうどん、コロッケうどん、うどん天ぷらトッピングで、うん、東京行く時には必ず食べてます。東京行く時、東京行ったら宇都宮行ったりする時、うん、宇都宮駅降りたりする時必ず食べます、ね、はい、そういうことで、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ今日のまた3曲目ですね。はい、はい、カモミールフレーバーさんでうらら、お願いします。
3曲目は、はい、行きます。はい、今日の3曲目は、はい、カモミールフレーバーさんでうらら。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、あ、拍手いただいたすみません、拍手には、ゴーノスケさんのてんてんてんということで、はい、てんてんのコーナーです。はい、ということで、ゴーノスケのてんてんてんのコーナーなんですけれどもね、はい、今日は、はい、私はですね、今日の情報はですね、那須塩原市をちょっと飛び出しまして、宇都宮市に行ってまいりました。はい、何しに行ってきたのと言いますと、うどん食べ、うどん食べさっき言ったでしょ。まあ、うどんもそうなんですけどね。はい、また食べ物の質問なんですけれども、はい、お三方、餃子は食べますか？出る、食べます。食べます。はい、餃子好きですか？はい、美味しいです。はい、宇都宮っていうと宇都宮餃子、宇都宮餃子、餃子が一番有名ですよね。そう、静岡とね、なんかちょっとあの、うち、ん、にちょっとあったら、ね、争ってると言いますかね、うん、宇都宮市内っていうのは少しこう、じゃあの消費量ね、ともに1位なんで、うん、共存しましょうというそういうスタンスみたいなんですけれども、うん、私はですね、この間あの日曜日に、宇都宮ですね、餃子祭りに行ってまいりました。はい、宇都宮の餃子祭りと言いますとですね、はい、ちょっと今早速では、画面をご紹介しましょうね。はい、毎年ですね、この餃子祭りというのはね、11月の頭に宇都宮市でね、いつも行われている、まあ、餃子の宇都宮の、ね、市内の、各店餃子屋の各店が、まあ、一堂に会しまして、まあ、宇都宮の餃子ファンの皆さんにね、感謝しましょうと、要はファン感謝イベントといいますかね、毎年やってるんですよね。初めて聞いた気がする。私もあの毎年あの行ってるんですけれども、うん、大体ですね、こういうふうに、まあ、ちょっと資料といいますか、ね、ポスターこういうふうにあるんですけれども、今年あの11月6日7日っていうことです。見えないかな、見えない、はい、ちょっと、ね、パソコンの操作が面倒なんで、こうのすけさん聞こえない、あれ音大丈夫ですか？はい、聞こえてますか？はい、これはちょっと番組の最後の方に出しましょうね。はい、はい、ということで、まず最初に見ていただきたいのがこれがあの、宇都宮の二荒山神社の、メイン会場となります。あの、この横断歩道のね、こっち側っていうのはパルコっていう、うん、あの、まあ、デパートが、はい、まあ、あるんですけれども、そのちょうど向かい側ですね、ちょうど向かい側がメイン会場ということで、どうですか、人すごいですよね、うん、こちらの方を見ていただくと、はい、こういう感じですね。すごい。まあ、あの各店ともこういうふうな、まあ、にぎわいだったんですけれども、うん、その反対側に目をやりますと、まあ、こういう感じで、これがあのちょうどあのパルコの下、バンバ通りと言われる、うん、バンバ会場なんですね。で、次は。これがまあバンバ会場と呼ばれるところで、大体あのババ、二荒山神社の前とこのバンバ通りのところと、もう一つあの市民広場っていいますか、ね、そこで大体あとオリオン通りとユニオン通りと、まあ、各う、まあ、お店がですね、まあ、あちこちこう広く、まあ、点在して売っているわけなんですけれども、私はですね、その中でも宇都宮でも一番美味しいと言われる、宇都宮餃子のミンミンというお店知ってますか？聞いたことあります。そこをちょっと行ったんですね。露店をやってるんじゃなくて、それぞれのお店のところへ食べ行くの？あのお店が露店として出店してるので、あの案内を見ながらね、あのここのお店に行きたいなっていう時は、あ、これ餃子会館になってるな。100円で何個？あ、これがあのミンミンの餃子なんですけれども、ミンミンこっちに出てるの。あ、これがミンミンですね、うん、はい、で大体ね、1皿まあ4個、3個とか4個とか入ってるんですよ、うん、それで100円、高いのか安いのか、これは安いですよ。だってあの宇都宮のね、あのキラッセっていう餃子屋さんがあるんですけれども、うん、これ100円で食べられませんからね、大体5つ入って190円とか、うん、そういう
感じなので、まあこの3つ4つだって何個ぐらい食べる？餃子、餃子、餃子大体5、6個入って2人前ぐらい食べますよ。それだけで済む？あ、それに私ラーメン食べます。ああ、そうか、そうか、そういう食べ方する。そうそうそう、あそこのあの味平っての黄色いラーメン屋で、あの東京行った帰りは必ずラーメン食べます。私も餃子うんと食べるから、うん、一皿じゃ絶対お店の餃子足んない。だからなんかと、じゃあ餃子もねっていう食べ方じゃない、うん、ああ、なるほど、うん、まあ、私もそういう頼み方ですよね、大体ね。でこれがあの宇都宮でも一番有名と言われる、まあ、あのミンミンの餃子、大体ね焼き餃子が中心で出してるんですけども、お店によってはあの水、まあ、水餃子って言われるやつですかね、あと揚げ餃子と、まあ、いろいろ多彩に出してるんですけども、揚げ餃子美味しい、揚げ餃子美味しいですよね、うん、これがそのミンミンの餃子ですね。これは4つ100円だ。あの左、すみません、私の手映ってるんですけどね、あの持ちながらこうやってあのカメラを撮ったものですから。その次に行ったのがですね、宇都宮の餃子会館という餃子ですね。こちらも焼き餃子が、こちらはやっぱり4つ100円というお皿でですね、この焼き餃子もやっぱり美味しかったですよね。美味しそう、これ美味しそうですよ、パリパリっぽい、でパリパリで美味しかったんですよ本当に。それでその次に見ていただきたいのは、そうですね、この北関餃子っていうのがね非常に面白くて、これはあのお店売りの餃子と違くて、宇都宮とね、群馬の前橋とあの水戸 の商工会さんで、作った餃子、企画立案した餃子なんですけど、あのねちょっと見ていただきたいと、非常にあのこれちょっとまだあの写真の段階なんですけど、こういうふうなポスターがあってね、はい、北関東じゃないね、北関餃子、北関東で北関、そうなんですね、あ、やっぱりいいのそれ、そうそう、北関で、うまみ、宇都宮、前橋、水戸だから群馬、あ、栃木、群馬、茨城、うん、で、味がですね、これ宇都宮短大附属高校の、まあ、女子高生が作ったやつなんですけど、これイタリア風なんですね、うん、あのね、トマトとブロッコリーと、あとパプリカって言って、なんか健康的だな、非常にこの餃子もそうだったんですけど、で食べ方がね、大体あの餃子って食べる方って、うん、どうですか、あの醤油とお酢とラー油、うん、これがね、食べたのがね、ケチャップ、あの、違う違う、お酢と、うん、あとあれ、タバスコ、うん、これが本当に美味しかった、でこれがね、100円だったんですよ、これちょっと食べてみて、味にね、ね、これ本当に、3個100円で非常に美味しい餃子だったんですよ。さっきよく100円だったけど、そう、だいたいね、4つか3つなんですよね、ね、だいたいで、次がね、はい、マルシンフーズさんというと、こちらあの水、水餃子、こちらを出店してたところですね。なんで水、なんでマルシンフーズさんを選んだかというと、待ち時間が20分だったからという、はい、これがその水餃子ですね。非常に今混んでまして、私も実は4点もあるので精一杯だったんですね。まあ、まあ、こちらの方、例えば40分待ちなんて書いてあるんですけれども、いや、これでも少ない方だったんですね。あの場合によっちゃの60分待ちとか、あの70分待ちとか、ね、そういうふうに、ね、90分待ちなんていうのがあったんですけど、さすがにちょっとね、あの遅くなっちゃうので、この権之助さんはあの今回は4点で400円でおそらくしました。で非常に、タイムリーな、レストランの店なんですけど、はい、こちらですね、長魚台という、長魚台という、はい、これはあの尖閣諸島じゃないかというか、そういう噂もだけにしてもあるはずなんですけど、ね、宇都宮にあるんですけど、誰も入っていませんでしたね。はい、そして、次は、いよいよ、鉄分補給では、これ中央線の模型、中央線の次のオレンジなんですけど、あのこれこの間あのちょっと引退しまして、あの非常に大騒ぎになったというので、あのママ鉄っていうね、子連れの奥さん鉄道ファンがいらっしゃいました、うん、こちらはもう一つは、あ、これあの長野の方が走ってる電車なんですけど、で、あの、で、どっちだ、これ一番良かったの、これ近鉄のね、これ伊勢志摩ライナーっていう、あのこの間出たばっかりの模型なんですけど、この間あのすみません、あの鉄道模型の運転会を兼ねて行ったものですから、まあ、そういう意味であのてっちゃんこんのすけという
鉄道ファンのね、権之助さんということで、はい、権之助の点点点、今日はですね、宇都宮の餃子祭りをご紹介しました。で、宇都宮の餃子祭りなんですけど、これちょっとカメラどうやって戻すんだっけな。はい、カメラ戻ったね。はい、はい、北館餃子なんですけれども、はい、こちらポスターありますね。先ほどご紹介した北館餃子、はい、よし、失礼します。おい、はい、このようにね、イタリア風の、まあ、北館餃子、イタリア風の餃子、なんかガリレオさんがなんかジョイアミーやで、なんかそういうなんかイタリア風の餃子みたいなのを食べたっていう感じなんですけど、今日ガリレオさんいらっしゃってますか。知らないよ。ツイッターで入ってます、うん、ガリレオさん、本物のイタリア餃子が出てますよ、よろしくお願いします。そして、まあ、こういうような感じで、あの、餃子祭りというのはですね、大通り、駅前の大通りを中心にしまして、まあ、各店が集まるという感じです。あ、いいですか、すいません。こちら、はい。まあ、中にはね、ミヤジャズのイベントなんか、ジャズの音楽祭なんかあったりしましてね、あの、非常に11月6日7日は、盛り上がって、宇都宮でも盛り上がったりしましたね。コーチ行ってきてくれればよかったね。コーチ、うん、あー、ね、今度行かなくちゃね。今度ね、行かなくちゃね。はい、あ、そうか、ゲストさんにね、こんなことしてもらっちゃって本当に申し訳ないですね。はい、ということで、権之助のてんてんてん、今日はですね、那須塩原市を飛び出しまして、宇都宮餃子館、そして、権之助の出発進行、ちょっとね、復活しましたね。食べまくりだね。食べまくりで、また帰りは駅のうどんで締めてきた。山菜うどんと食べてきた。はい、はい、ということで、権之助のてんてんてんのコーナーでした。はい、ありがとうございました。はい、ということで、もう早速なんですけども、エンディングですね。はい。はい、早速なんですけど、エンディングなんですが、いかがでしたか、今日。めちゃめちゃ緊張しました。楽しかったです。よかった。何よりです、ね、何よりでしたね。何よりです。はい、ウィングルさんは、土日はお休みですか。土曜日はやってる時もあります。で、日曜日は今のところは完全なお休み で、畑もお休みですね。畑はやってる時もありますね。そうですね。はい、そっかそっか。はい、じゃあ週末土曜日とかの予定ってなんか今週あります？今週は、うん、もみじ狩りウォーキングをします、うん、センターから中での外に皆さんでウォーキングをしに行く。中のって言うとややこしいな、通ってる方そうです。そうです、はい、はい、はい、ごめん。いえいえ、そうですね。そっか、みんなで行くんだね、はい、天気良くなるといいですね。なんかそうですね、寒いからね、はい、金曜日から暖かくなるっていう予報があるんで、ちょっと、はい、安心ですよね。全員で行かれるんですか。そうですね、希望者を募っていってきます。お二人はもちろん行く。私行きます。行く、はい、頑張って歩く、ね、頑張ります。なんだね、本当にね、あ、今日ね、那須山は本当に雪降ってふっかけじゃなくて、ふっかけじゃなくて、本当に雲のちょっと晴れた時間があってね、ちょっとやっぱり白くなりましたね。またね、いよいよ来ました、ね、寒いね、本当にね、あんだけ暑かったんですね。すごい暑かったということは、あんだけ寒いのかなと思って。ノブさんなんてつい1週間前まで半袖着てたんですよ。動くと暑いの、動くと暑いですよ。じっとしてると寒いんですけど、仕事始めるとね、暑い半袖なんですよ。仕事中ですね。すね。何をおっしゃる。首根っこ引きそうなぐらいでも、あちこち連れてあげる。そんなことねっす。しかし、もう本当にね、目の前ね、クリスマス。うん、そしてお店もね、クリスマスの模様、あ、もうなんかそう、ね、すごい、赤、そうですよね、もうすでに、うん、クリスマスの来週キラキラしてたらね、うん、もうあれだ、びっくりしたよね。びっくりしたよね。うん、なんか追い立てられるような感じで、もう今年終わるぞみたいな感じで、ね、終わっちゃったな、うん、だって11月もだって半ばっていうかね、もうもうね、10日なんで、うん、という間ですよね。クリスマスの予定あります？クリスマスは仕事ですね。小野助さんはクリスマスは仕事でしょう。あ、夜だよ、夜、夜、うん、夜ですか、うん、夜は
どうしましょうね。じゃあ誰かいい人いないですかね。金で手挙げてましたよ。あの12月に配信になっちゃう。12月で3日の。いいですか。はい、すいません。ちょっとメール来ましたので、はい、ご紹介いたします。ウィングルの皆さん、ラジオ聞いてますよ。ね、はい、地域にこんなところがあるなんて心強いですね。障害者も健常者もみんな生き生き生きられるよう社会づくり応援してますっていうメールをいただきました。ありがとうございます。よかった、ね、すごい嬉しいですね。私もいろいろ話聞けましたし、はいはい、ね、このラジオを通してテレビを通して見てくださる人にもちゃんと届いてました、はい、よかった。すみません、お名前もう一回。お名前はね、あ、ごめんなさい、ポンタさんです。ポンタさん、はい、ポンタさん、ありがとうございます。よかった。ね、今日はじゃあ大成功ということで、はい、大成功でしたね。本当、うん、お疲れ様でした。ありがとうございました。次回お手伝い楽しみにしてます、はい、ぜひぜひ楽しみにしてます。あ、私見学行っちゃっても大丈夫ですか。ぜひぜひお待ちしてます、ね、はい、お待ちしてます、ね、はい、やってるとこ実際見に行ってみたいな。そうですね、そうですね、遊びに来てください。てんてん、一緒に行きますか。はい、よろしくお願いします。はい、してます、はい、本当はそのハイキングも一緒に行ってみたいよね。あ、ハイキングね。あ、どこへ？近くの公園まで行ってきます。はい、黒磯湖、河川敷公園。あ、そうですね、黒磯公園。あ、はいはい、あ、この間の巻き狩り祭りやが近くかな。そうですね、まあ、そこまで歩けたら。ぜひ結婚のためにも。はい、天気が良さそうなんでね、はい、楽しんできてください、はい、ありがとうございます、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。何かありますか、はい、ということでですね、はい、はい、もうあっという間に、6時になってしまいますけれども、はい、明日はもう8、はい、で金曜日は金曜日ちゃ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 って出てくるんですね、はいはい、それで土曜日日曜日は、お休みでして月曜日またね、はい、マーヤさん月8、はい、でファイヤー8、はい、そしてまた水曜日はあっという間に、水曜日やってやってまいりますので、はい、はい、来週も皆さんまたお楽しみに、はい、皆さん寒いから風邪ひかないでくださいね、はい、ということでさよなら、はい、さよなら。アクアスエイトドゥア。レディオアクアスエイトドゥア。